はい、本日はですね、補助金のセミナーというところで、なれば補助金初級編というかですね、その辺の全体像をまず把握いただくところで、ご案内ができればと思っております。で、本日、ご案内させていただく、メニューというか目次ですかね、が上から補助金助成金とはというところから入りまして、3つのメジャー補助金、国の方でですね、比較的こう、有名というか、通年にわたってやっているような補助金というのは3点ほど、ご紹介させていただくというところです。あとはですね、補助金の実際の活用事例、どういうふうに使うんだとか、その辺の細かな点もちょ少しは触れられたらと思っております。あとは注意点というかですかね、こういうところがポイントだよ、ここにつまずいちゃうよっていう話を少し挟ましていただいて、最終的に補助金をじゃあ受け取るまでの概ねの流れというところで構成をできたらと思います。そうですね、補助金に関して、我々の方では事業系とエコ系、住宅系というふうに2つに分けておりまして、で、住宅系というのは例えばゼッチとかああいったものを導入した場合に補助金が出たりとかっていうものなんですけども、今日はコロナという件もありますので、事業系の補助金、何か事業を行った際につくものに関してご説明させていただけたらと思っております。はい、最初に補助金とはというところなんですが、皆さんもいろんな補助金の名前を耳にしたことがあると思うんですね。下の方にちょっといくつか例示というか挙げさせていただいてるんですけれども、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金とかっていうんですね。あと昨今であれば、コロナの関係というところで持続化、給付金、そうですね、はい、この名前も非常に持続化補助金と似ているところで混同しやすいところだと思うんですけども、そうですね、補助金の、持続化補助金のサイトに行ってもうちは給付金じゃありませんって書いてあります、ね、そうですね、そういった間違いやっぱり多いと思うので、どうしても何々補助金ってつくので、似たり寄ったりになってくる部分があるんですよね。補助金の種類自体本当に市町村とか細かいところまで入れていくと本当にかなりもうキリがないぐらい種類がありますので、その中でどれが一番自社に合っているのかとか、そもそもこの補助金はどういうものだとか、そういう使い分けの観点というのもですね、今日ご案内が、できればと思います。はい、今のところで一応簡単にいきましょうか。補助金というのが基本的にはですね、国の方であったり、都道府県というのもあるんですけども、が、推進したいような事業ですね。例えば、エコ関係であれば、省エネ設備を導入してくれたら、これぐらい補助しますよとか、あとはですね、助成金というところで、人の人材の雇用関係であったりだとか、そういう取り組みをするのであれば、これぐらい支給しますよ、支援しますよというものになってきます。で、やっぱり補助金っていう言い方であったりとか、助成金、それから給付金、協力金、いろんな言い方があるんですけども、その辺がまずなんだかよくわからないっていうところもご相談として多いので、そこも簡単に比較ではないですけども、ご案内ができればと思います。はい、表の左側が補助金、右側が助成金という形で一応分けさせていただいてます。で、厳密にはですね、これ補助金はこうだとか助成金はこうだっていう定義が明確にあるわけではないんですね。そうですね、はい、ただ一般的には大体こういうことに使っている、こういう傾向ですよというライン引きではないんですけども、そういう形で今表示させてもらってます。で、上からいきましょうか。一応管轄というところですね、それぞれの、管轄省から補助金、助成金というのが出るんですが、厳密にはこれ以外の省から出ることももちろんあります。ここは分かりやすいのでピックアップはさせてもらってるんですけども、補助金というのは大体経産省、事業系の補助金なんですけども、から公募されることが多いです。それに対して助成金というと、厚生労働省。大きく内容としてはですね、次の、段に行くんですけども、助成金に関しては雇用関係、人材育成、働き方、昨今であれば改革とか、そういうものですね。そういった取り組みに対して助成しますよという趣旨のものが大半ですね。に対して、補助金
というところであると、何か事業者さんが新たに、まあ、設備投資であったりとか、うん、新たな新規ビジネスにかける資金経費というものが対象になります。なので、まあ、新しい事業をしようと思ったら当然、宣伝ホームページを作ったりだとか、うん、まあ、それに関連するような設備を導入したりだとかっていうものが あると思いますので、うん、そういうものがまあ対象になるよというところですね。そうですね、はい。で、まあ、大きくは、設備関係のものっていうことと、あとは、まあ、人関係ですかね、雇用関係っていう、まあ、見極め方が一つ分かりやすいかなというところですね。そうですね、はい。公募時期、助成金に関しては大体通年ずっとやってるものが多いんですが、補助金に関しては年に1回、多くても2回ぐらいの期間が定められて、まあ、ピンポイントで出てくるんですよね。まあ、例年であれば大体春前後ぐらいに1回、しかも募集期間が1ヶ月半とか、中には本当1週間とかっていうものもあるので、すごく決まった時間内にこう申請をしなきゃいけない、準備しなきゃいけないっていうところがあります。はい。あとは難易度っていうところですかね。受給どれぐらい本当にもらえるのかっていうところで、そうですね、ここは大きな差なんですけども、助成金というものは大体は、特定の要件があるわけですね。こういう人を採用するとか、こういう取り組みをしてください、それさえ満たしていれば基本的には付与しますよ、受給しますよというものが多いんですけども、補助金に関しては一旦こう相対評価というか、まあ応募数の中からの戦いというか、なので全員が全員降りるわけではないですよね。要件を満たしているということはスタートに立つ第一ステップではあるんですけども、その後に、まあ、よりいい事業の計画がちゃんと練られていたりだとか、まあ、加点すべきものがあるかっていうところが審査の対象になりますので、ここをどう見せていくかっていうところがやっぱり大きなポイントなんですよね。補助金には採択率があるっていうことなんですよね。どうプレゼントするかというか。そうです。なので補助金もね、結構無数にあるので、まあ、それぞれ難易度、まあ、時期とかによっても違うんですが、おおむね鳴らすと、まあ、4割、6割ぐらいじゃないかなっていうところですね。なので、まあ、比較的ハードルはまあ高めかなっていうところですよね。はい。あと、受給金額ですね。でまあ、低いものからまあ、あるんですけども、まあ、補助金の方が相対的に見て、やっぱりかなり金額が大きなものが多いですね。そうですね。はい。まあ、大掛かりな設備導入とかだと、そうですね。数億円ってありますけど、ええ、そういうものありますよね。そうですね。本当にもう事業者さんとか、まあ、ビルとか、まあ、そういう規模で設備を導入する場合は、やっぱりそれぐらいの規模になってくるというところですね。まあ、その分ハードルもやっぱり高いんですけれども、まあ、そういった差が、大きく分けてあるというところですね。でまあ、分かりやすく言うとですね、まあ、助成金もどちらも、まあ、広く言うと何かに取り組む経費に対して給付が受けられるというところなんですが、まあ、とりわけ補助金に関しては何か使った費用ですね、経費に対して、一部の給付が受けられるというところですね。まあ、全額というものも中にはあるんですけども、大体は、まあ、一部、まあ、半分とか、まあ、3分の2とかっていう、だから一部はやっぱり負担はしなきゃいけないんだけども、そうですね、はい、まあ、いくらかは国がこう助成してくれるよというものですね。これが大きいですよね。これは大きいですね。いわゆる資金調達とは、はい、まあ、全然考え方が異なるのかなっていう。そうですね、はい。なのでやっぱり融資とかその辺と混同してしまいますので、まあ、給付金とかもそうですね。まあ、ここには今回まあ細かくはやらないんですけども、持続化給付金というものに関してですね、皆さんもご存知だと思うんですけども、まあ、前年度の、まあ、対象月と比べて 50% 以上、まあ、下がっていれば、法人であれば200万、個人事業主であれば100万という形で、まあ、要件満たしていれば大体もらえる。で、まあ、今後の資金に、ね、充てれるとか、まあ、融資であれば返さなきゃいけないお金ではあるんですけども、一定その何に使うかっていうのはそんなにこう細かく決められてないところですよね。設備投資に使ってもいいし、まあ、運転資金に使ってもいいしっていう部分があります。でもあれですよね、はい、自分の会社の状況を調べて、で申請さえすれば、はい、まあ、100万円なり200万円なり貸してもらえるっていうような仕組みなわけですね。そうですね、基本的に。
補助金に関してはその補助金の種類にもよるんですけども、うん、こういうものに使うならっていう一定限定があるんですね。はい、なのでそれがね、うまく噛み合えばいいんですけれども、うん、そうでない場合にどうしようかな、どの補助金にしようかなってやっぱり選択肢が出てくると思うので、まあ、そこはこうどう見ていくか、どう把握していくかっていうところだと思うんですね。あとは補助金はもう先にお金を払わなきゃいけないっていうのが結構ネックかなと思います、ね。そうですね、はい、融資とかって特に、まあ、これから使うよという予定でもらえたりすると思うんですけども、給付金もそうですよね。もらった後にどう使うかっていうところなんですが、補助金に関しては、まあ、助成金もそういう部分はあるんですが、最後の最後ですね、一旦自分で使って最終的に認められて、まあ、いくらか返ってくるっていうところなので、少なくともその期間はちょっとつながなきゃいけないんですよね。なので、まあ、そこを場合によって給付金だとか融資と合わせてちょっとつなぎ資金に関してはちょっと借り入れをして、最終的に戻ってきたらいくらかそれをまあ返済に充てるとか、実質ですね。はい、いやこれ私もまあ自社のサポート行政書士法人のサイトに関してとかやったりするんですけども、はい、やっぱり期間がプラスでかかっちゃうんですよ ね。 そうですね。今業者さんにお願いするとまあ100万で済むところが、はい、まあ、じゃあ半年後に採択されれば100万円のうち、まあ、50万円が返ってきますよっていう形で切るので、まあ、期間プラスお金のマイナスというものをまあどう考えるかっていうところなんですよね。今うちの会社であればパッと採択じゃ買おうってなった時に今100万円で払いますと、ただ持続化補助金ですとかを使おうとすると100万円50万円になるんだけども、まあ、半年後になりますよと。なのでキャッシュフローの問題とかコストの問題とか、まあ、そういったものを考えてもらって考えていくっていう感じですね。そうですね、まあ、要は使えるタイミングとかその辺もちょっと限定的になっているものがほとんどなので、一応今回のこの流れでざっくり、説明させていただくと、まず最初に、まあ、補助金、後で細かく補助金の概要はやるんですけども、最初にちょっと流れを把握していただいた方がイメージつきやすいかなと思いますので、最初に要件確認ですね、まあ、企業の大きさであったりだとか、まあ、その他諸々の条件があるんですが、まあ、それはまず満たしているなというところをご確認いただくというところですね。で実際そこから必要書類の整備、はい、申請書の作成に入っていくわけですね。で、申請書の提出、まあ、実質交付の申請、補助金くださいよという申請を行います。で、そこから大体平均して今だと、まあ、補助金の種類にもよるんですが、まあ、2ヶ月弱、1月半から2ヶ月弱ぐらいで結果がおりますので、その時にいわゆる合否が分かるんですね。まあ、それが交付決定、採択って言ったりもするんですけども、まあ、合格、不合格がまず分かると。で、厳密にはこの時にお金が入ってくるわけではなく、これはあくまでまあ補助金を得れる権利を得たみたいな感じですかね。あなたは補助金を受け取る権利がありますよっていうところに過ぎないですね。はい、で実際はそこからこの合否、合格を得てから、例えば、まあホームページを作るなり、設備投資をするなりという、事業の取り組みをしていただいて、当然経費がかかってくるので業者さんにお金も払いました。で業者さんからの領収書をもらいました。全部終わりましたよということをして、でここの補助事業の実施ですね。今のがこの時に契約書を結ばなきゃいけないんですよね。はい、基本的にはそうですね。契約をして、であとは、まあ、まあ着工というか契約自体はいいと思うんですけど、取り組みですね。なのでもうすでに導入してしまったりとか、この段階にしてしまうと補助対象外になってくるというところですね。でここでようやく、そうですね、左と右でまずこういう取り組みをしますよ、ホームページ作りますよ、こういう機械導入しますよ、なので補助金ください、それを導入できるとこれだけ売上が上がりますよという、まあ、説明をするわけですね。ここで申請して、でここで OK だったら、じゃあ実際にそれ通りにやりますよというのがこっちですね。取り組みを行って、この実績報告というのはしっかり全部やりましたよという証拠資料をくっつけて報告をするというところですね。こちらで初めて補助金が入ると、はい、そうですね。
からまあちょっと長いんですよね。だから大きく2段階ですよね。まずこちらの方で計画通りやります。でこれやりました、当初の予定通り遂行をしましたよ、でようやくそこに問題がなければ受給ということなので、極端な話ここでやっぱやめたってなってしまうと、もうそこも当然終わりですよね。そうですね、はい、やっぱり時間とお金を取ることの代わりに時間と補助金手続きのことを犠牲にするか、それともまあスパッとその場でやるかっていうのは、ちょっと企業様において選択なのかなっていう感じですよね。そうですね、なのでまあ今すぐやりたいってなってしまうと、結果をやっぱり待たなきゃいけない部分があるので、うん、まあ、そこのバランス調整ですよね。そうですね、はい、これは結構私もどっちがいいかなっていうのが迷いました。そうですねっていうところがあります、はい。で一応先にはコロナのお話ししておきましょうかね。あ、まあ、これでもいいか。こちらが実際のこれはものづくり補助金のですねスケジュール、先ほどの資料としては分かりやすくこうかいつまんで、まあ、大枠の流れのご説明だったんですけど、これ実際にこう公募 の公式のホームページに載ってるものですね。でここですよね、交付決定受けてから取り組みをして、はい、取り組みをして確定で最終審査を受けて、で請求支払いっていうところですね。これは結構期間ありますよね。そうです、そうです。なので、まあ、取り組む事業の内容にもよると思うんですけど、要はお金がいつ入ってくるのかっていう問題と、うん、いつその事業を実施できるのかっていう問題がやっぱり、うん、出てきちゃうんですよね。そうですね、この意見を常に考えながら、そうです、やらなきゃいけないっていうことですね。はい、補助金早く欲しいけど、取り組むのは後になっちゃうっていう部分があったりとか、うんうん、そこがちょっとね、使いにくいというか、うんうんうん、部分でありますよね。そうですね。はい、まあ、でも、使えるといろいろ力になるというか、そうですね。なんで、すごい、はい、補助されたりするので、そうですね。これから深く、それぞれの補助金に関して説明できればなっていう感じですかね。はい、そうですね。はい、わかりました。それで、まあ、一応、3大メジャー補助金という形で、まあ、これ、別に公式にこういう名前がついているわけではなく、はい、私が勝手に命名しただけなんですけども、まあ、この補助金自体がですね、例年、もう数年前からずっと、年間通して、年間通してというか、毎年出ている補助金ですね。やっぱり中小企業庁だったり、経産省のまあメイン の、はい、経済成長施策のうちの一つなんでしょうね。そうですね。コロナの特別型もこの3つがメインで出てます。そうですね、はい。この補助金をまず検討、もちろんですね、他に、これ国の補助金なんですけども、都道府県、例えば東京都だとか、神奈川県とか、まあ、が出しているものももちろんありますし、まあ、もうちょっと細かいところで言うと、市町村とか、まあ、そういったレベルでも補助金自体はありますので、その辺も一応自分の自社さんのこう管轄のエリアぐらいは調べていただいたらこう、あ、こういうのもあったんだっていうのは結構出てくるとは思うんですが、一応まあ本日紹介させていただくのはこの国の補助金の一番大きなものとして3点挙げさせてもらっています。この3つが基本ですよね。そうですね。できればまあ他の細かいところもというところですかね。はい、そうですね。でまあ上から小規模事業者持続化補助金というところで、主な目的としては、まあ、販路開拓、集客につながるようなことですね。例えばホームページを作るとか、まあ、チラシを配布する、広告を作るとか、まあ、そういうものはドンピシャの、対象経費になるものなんですけども、そういった要素ですね。でもう一つ、ものづくり補助金ですね。基本的には設備投資ですね。まあ、何でもいいというわけではなく、基本的にはこう革新的なサービスの、まあ、ちょっと難しい言い方ではあるんですけども、はい、それなりに効果が期待できるようなものですね。単純に設備といっても、その電子レンジを業務用のを買ったとか、まあ、業務用の冷蔵庫買ったとかっていうことだけだと、やはりそこがこう革新的なものとか、生産プロセスをこう大きく改善できるっていうものにはちょっと届かないと思うので。やっぱり高額なものを何か買えば多分何かしら言えるので、そうですね、そこは本当ものの言いようというか、まあそういう部分もありますね。我々の、まあ、力の出しどころのところですかね、はい、
そうですね、まあ、革新的っていう定義がやっぱり難しいんですけども、うん、まあ、一つの見極め見方としてはいわゆるその業界で比較的まあ新しいよというところが一つかなと思いますね、うんうん、最新の設備だったりとか、そうですね、まあ、なんかこううまく使えばすごい生産性向上するよね、はい、みたいな、まあ、設備だったりとか、うん、そうですね、あ と, た、競合他社がまだそこまでこう取り入れてないとか、うん、まあ、そういうラインなのかなというところですね。なるほど、はい。もう一つ IT 補助金というところで、まあ、こちらはもう分かりやすく IT のシステム、ソフトですね。まあ、IT というと結構混同しやすいのが、いわゆるホームページとか EC サイト。うんうんうん、もちろん EC サイトもあの対象になる要素はあるんですけども、まあ、よりこうシステマチックなもの、例えば会計であったりだとか、うんうんうん、まあ、勤怠管理、顧客管理とか、うんうん、まあ、そういう要素がそれなりにこう機能として備わっているものっていうところですね、うんうんうん、やっぱシステム的なもの、システム的なものですね、基本的にはが対象になるというところですね。じゃあそれぞれ見ていきますかね、はい、そうですね。で、あ、先にあのコロナの説明を入れましょうか。こちらですね。一応ちょっと、前後してしまうんですが、先ほどのフローのところで、あ、ごめんなさい、先にコロナの説明しますね、コロナ特別枠というのが、本年度出ております。で、あとはですね、先ほどの3大メジャー補助金も本来例年であればだいたい年に1回ぐらいなんですね、公募期間として、まあ、先ほどの1ヶ月から1ヶ月半ぐらいの期間内に申請をしなきゃいけないっていうところで、まあ、皆さん大急ぎで準備をして申請するんですけども、そもそも公募されるのがそんなに前々からっていうわけではないですし、もう本当に前もって来年も出るぞっていうので下準備をある程度しておかないと、かなりやっぱりバタバタですし、まあ、内容もこう詰まった計画書を書く時間がないっていう部分もあるので、それがですね、本年度は実質通年になったんですね、はい、何回か公募数はね、1回から5回とか分かれてるんですけども、今出てるところで大体、まあ、ものにもよるんですけど2月ぐらいまで公募が出てるので、来年の、うん、もう実質通年ですよね。実質通年ですね、うん、なのでしっかり準備は皆さんしていけるかなという時間が出てるの、できてるので、まあ、そこすごく大きな点かなと思いますね。まあ、新規事業を考えて、まあ、やろうと思った時に大概、はい、まあ、来年2月ぐらいまではありますよっていう感じ。そうですね、はい、というところですね。で、今回コロナ特別枠というものが出ておりまして、一定の要件を満たす と、補助率ですね、まあ、大体ここにも書かせてもらってるんですけども、大体まあ3分の2とか2分の1っていうものが多いんですけども、まあ、特にこの BC とかっていうのは、まあ、4分の3まで上がる、まあ、ものによっては上限額が50万円から100万円に上がりますよというものもありますので、コロナ枠で申請をする方が採択率もまあいいと思いますね。そうですね、まあ、はい、一般型だけではまあカバーできなかったところもできるし、はい、まあ、支援補助もされるし、まあ、補助率そのものも上がるし、補助の、まあ、枠の金額50から100になったりもするっていうことですよね。そうですね。で、まあ、コロナ枠実際どういうことなのっていうところなんですけども、基本的にはコロナ、今このコロナ禍の現状において、まあ、前向きな取り組みをする、まあ、対策をするっていうものなんですね。で、具体的にはどういうものが対象になるかっていうところも今お話しさせていただきます。まあ、申請要件としてはですね、先ほどの対象経費、例えば、まあ、小規模事業者補助金であって、まあ、100万円の経費がかかるよということであれば、その6分の1以上が下の ABC のどれかの取り組みに該当していれば、うん、この枠が適用されるという考え方ですね、はい、で ABC とありまして、 A は、サプライチェーンの既存の対応というところですね。顧客への、製品供給を継続するための、ちょっと、まあ、分かりにくい文章なんですけど、要はですね、まあ、製造業者さんとかが、まあ、多いと思うんですが、まあ、今まで外部からこう部品を調達していたものですね、それがやっぱりこう滞ってしまったりだとか、まあ、ダメになってしまったっていう時に、まあ、自社で設備投資内製化するという、まあ、そういうものに対して適用されるっていうのが A のサプライチェーンの既存への対応っていうところですね、はい、で B、非対面ビジネスモデルへの転換っていうところですね。これは圧倒的に多いと思いますね。
まあ、非対面遠隔でサービスを提供するためのビジネスモデルなので、まあ、結構いろんな業種が当てはまると思うんですよね。で、まあ、分かりやすく言うと、例えば今まで店頭で売っていたものを、まあ、ネットで EC サイトを構築して販売するとかっていうのもすごくドンピシャの取り組みだと思いますし、あと多いのは飲食店とか、まあ、テイクアウトサービスを導入するとか、あとはデリバリーですね、まあ、そういったものの、新メニューの開発であったりとか、まあ、配達用のバイクを購入するとか、まあ、そういうものが当てはまりますよね。あと C はテレワーク環境の整備というところで、まあ、従業員が、まあ、Zoom とかね、シスコでしたっけ、まあ、シスコというシステムとかですね、はい、そうですね、まあ、そういったものの導入費用ですね、が対象になるというところなので、まあ、何かしら結構皆さん関わってくるものあるのかなというところですね。なので、まあ、ぜひこちらの枠での申請というのが一番、いいですよね。まあ、今の一般型にこれをつけることで、はい、まあ、確率も高まるし、はい、補助額も増えますよという理解でいいんですかね。そうですね、うんうん、まあ、今年はチャンスかなという。そうですね、今年はチャンスですね。でそれぞれにじゃあ見ていきましょうか。そうですね、じゃあ簡単にそれぞれの補助金の話をできたらなと思います、ね。はい、はい、ざっくりとですね、で小規模事業者持続化補助金というところで、対象事業者としては小規模事業者、これ人数に、ね、制限があります。人数というのは、うん、常勤の従業員ですね、うんうん、なので実質、それ以下の企業さんは対象になるんですが、まあ、それね、中小企業というかこう大きな企業さんですね、それなりに人数いってしまうとちょっと対象外になってしまうので、まずそこは最初の、要件というか、スタート地点に立てるかどうかというのは、人数でまず精査していただくというところですね。基本的にサービス業がまあ5人以下という、5名以下ですね。うん、で、まあ、はい。これ、常勤職員の数っていう微妙な言い方なんですよね。そうですね。まあ、正社員なのか、パートタイムなのかっていうのは結構微妙なところで、うん、実際どんだけ働いてるのか。そうですね。実際メインで働いてる人が、まあ、例えば正社員はゼロでもパートタイムが10人、メインで働いてはいたりすると、まあ、5人以上。常勤社員が 10人という数があったりするんですよね、はい、そうですね、一応まあ定義もその要項自体にもある程度出てますので、まあ、正社員パートっていう分け方ではないんですけれども、まあ、実質パートさんでも正社員並みのこう勤務をされている方とかだとやっぱりそこに入ってしまいますしっていう部分はありますね。分かりにくいところありますね、我々にご相談いただければっていうところですかね。はい、でそれぞれ金額ですね、一般枠だとまあ50万円、まあ、一般枠でも特定の要件満たせば100万円とか、まあ、あるんですけども、一応今回コロナ枠になると、まあ、それだけで100万円になるというところなので、経費の6分の1を入れておけば上限が100万円になる、ね、そうですね、逆に言うともう先ほどの、まあ、コロナ関係の経費のみで6分の1以上なので、うん、全額それでももちろん構わないので、うんうん、はい、そうですね、まあ、大体はそうですね、ホームページとか EC サイト、まあ、そういうものが多いのかなというところですね。あとは公募が。公募がそうですね、まあ、直近だともうすぐなんですけども、まあ、8月7日まで、うん、で次回は10月2日というところですね。うんうんうん、あれ当社にご依頼いただく場合は、8月7日に間に合わすことってまだできるんでしょうか。そうですね、だんだんちょっと厳しくなってきたかなというところですね。かなりご相談の数をいただいているので。まあ、そろそろ次に備えてゆっくり作っていけばいいかな。そうですね、やっぱりこう採択されてようやく入金されてくるっていうところなので、うん、まあ、急いで出すっていうのも一つなんですけども、まあ、しっかりこう整えて出すっていうのも、まあ、重要かなっていうところでありますよね。これ結構どこにでも使えますよね、対象経費なんですけど。はい、そうですね、まあ、使いやすさという欄を設けさせてもらってるんですけども、小規模事業者補助持続化補助金の方は比較的使えるものが汎用性が高いんですね。もう割と何でも使えるイメージなんですね。そうですね、まあ、メインはもちろん広告宣伝費っていうところなんですけども、うん、先ほどのコロナの枠とかを含めちゃうと割と、まあ、何でもというわけではないですけど大枠こう入ってきますよね。およそ販路拡大って言ってしまえば、また生産性の向上、販路拡大って言ってしまえば、はい、そうじゃない取り組みを探す方が難しいかなぐらいのイメージで。そうですね、なので、まあ、この物の言い方っていうことなのかなっていう感じがすごい、まあ、それが集客につながりますよというストーリーというか道筋がね、はい、つながっていれば多少まあ無理やりでもっていうんですかね、でそういう部分はあります、ね、始めてっていうところです、まあ、はい、後でちょっと具体例が説明できるかなと思います。
とですね、はい、あ、そうですね。で、小規模事業者さんはですね、割と医療関係ですね、お医者さんとか歯医者さんとか、その辺ちょっと対象外になってしまうので、そこだけちょっとご注意をいただければというところですね。はい。はい、次、ものづくり補助金ですね。ものづくり補助金はこの事業系補助金の中でも、まあ、比較的やっぱり金額が大きいですね。もちろんそれだけ大きな設備投資を主旨としている部分があるんですけども、なので上限はまあ1000万円と。そうですね。はい。こちらもコロナ枠、特別枠ですね。コロナ特別枠を使って、まあ、非対面とかで該当させると、まあ、4分の3おりますので、まあ、対象経費が例えば1300万ぐらいですかね、を超えるようであれば、まあ、満額が狙えるかなというところですね。そうですね。はい。で、ポイントはやはり、機械導入、システム構築というところになってくるので、まあ、それなりのやっぱり、大規模になってくるんですかね、結局は。まあ、高性能の革新的な機械をまあ導入するというところですね。そうですね。いや、こちらは本当に自身で行うのに加えて、まあ、どの補助金もそうなんですけど、はい、まあ、自分のお客さんとかが導入される場合とかにすごい有効になってくるのかなっていう感じですよね。まあ、以前どこかの新金さん、はい、中国の方の中国地方の方の新金さんなんですけど、提携を結んだっていう先がものづくり補助金をすごい、うん、この時期等の設備をすごい導入してる会社さん、はい、導入を支援してる会社さんで、うん、おそらく新金さんが融資を案内する際にですね、うん、まあ、一緒に融資の際にこの設備導入しませんかと、はい、それで融資入れませんか、はい、でものづくり補助金も一緒にやりますよみたいな形で提案とかすごくできてくるのかなっていう、ね、そうですね、そうですよね、すごいこう額が大きいんで設備と合わせて、まあ、融資もできたりとか、そういう話がすごくある補助金なのかな、そうですね、で、まあ、使いやすさという面でいうと、うん、まあ、申請書のボリュームとしてはやっぱり結構あるので、まあ、難易度はやっぱり高いかなっていうところですね、うん、まあ、作業量であったりだとか、あとはその賃上げの取り組み、まあ、給料を上げたり、このシステムを導入することで、まあ、売上が上がっていって、まあ、従業員の給料も上げますよという、まあ、目的があるので、一定の金額はやっぱそれを3年から5年計画のうちに、まあ、達成してくださいよという、うん、条件が一応あるんですよね。ただ設備入れてくればいいってものじゃないってことですね。はい、そうですね、うん、まあ、もちろん申請当時はやりますよということなんですけども、うん、まあ、3年5年経った時にしっかりそれが実行できてるかどうかっていうのはやっぱ見られるところなので、はい、それが注意点ですよね。あとは IT 補助金ですね。はい。IT 補助金も中小企業と、対象は広いですね。で、まあ、同じくコロナ特別枠。IT 補助金の場合だと、こう、コロナ枠のことを C 類型って言ったりするんですけども、これが実質コロナの特別枠というところになります。テレワークのものを入れたらということですかね。はい、ものは全部 ABC、どれでも、こっちの ABC と先ほどのコロナ枠の ABC が全く、まあ、違う概念なんですけど、はい、なので C 類型っていうのは先ほどの、コロナ対策のこと、何かしらに取り組むような要素があれば6分の1以上ですね、なるほど、はい、あれば同じように対象になるというところですね。で、まあ、基本的には先ほどの、ソフトウェアですね、導入関連費用、販売管理だとか勤怠管理、まあ、決済システムとか、まあ、そういうものが対象になっている。昨今だったらですよね、飲食店のポスレジとか、あ、そうですね、はい、タッチパネルでこう注文して、で会計もできるような、まあ、こういうものがすごく分かりやすいものだと思うんですけども。そうですね。はい、ただこれですよね。そうですね。で、使いやすさという面ですね、これあくまで、自社にじゃあこういうシステムを入れて補助金使おうってなった目線からなんですけども、まずですね、その IT ツール、システム、ソフトですね。これ自体が補助金の対象になるものとこう認められている必要があるんですね。そうですね。はい。もう登録をされた製品。なので、製品何でもいいわけではなく、まあもう、ちなみに登録された製品というのは調べることもできるんですが、その中から選んでくださいよというところなんですよね。はい、何かポスシステム入れたいって思ったら、まあ、知り合いの業者とかではなくて、そうですね。中小企業庁ですかね。はい。このやつをバーって見て、あ、これにしようみたいな。そうですね。はい、まあ、知り合いのその業者さんが登録されてれば別にそれに越したことはないんですけどもっていう部分があるので、あくまでそのツールの業者さんが登録されていることありきなんですよね。
なので、まあ、他の補助金と比べるとそのワンステップ多くなっちゃうので、うん、実際これ買おうかなって思ってたものが登録されてないとなるとやっぱり探し直さなきゃいけないし、それがそもそも、ね、あの該当するかどうかっていうところもあるので、まあ、そう、はい、まあ、逆にいわゆる、はい、あのシステム会社さんがお客さんに IT 補助金で安くなりますよと、はい、という形であのやられるパターンとかも結構あるんですよね。そうですね。なので我々もその IT ツール業者さんですね、うん、と連携させていただいて、まあ、業者さんのクライアントさんの、補助金をサポートするという形があるんですけども、そういう形があればあのいいかなと思います。 そうですね。まあ、それも結局そのまず事業者登録をして、はい、製品登録もして、まあ、やっとできますよっていう感じ、ね、そうですね、はい。なので少しこう自分だけで動けない部分も多いので、まあ、そういう意味でちょっとバツつけさせていただいて使いやすさというところですね。なるほど。にはなってます。はい。で、まあ、この中の経費のうちの6分の1をコロナとして使ってるコロナ特別型を特別枠を使えるってことなんですけど、具体的にじゃあちょっと見ていきたいと思います。はい。これはあの小規模持続化補助金での、まあ、コロナ枠での申請例というところですね。で、使う経費は1から4のものですと、うんうん、1つ目はホームページの作成。これはまあ既存のホームページはあるんですけれども、テイクアウト始めましたという、まあ、要素をこう強く、うんうん、まあ、追加というんですかね、リニューアルを、やりますよということ、うん、で2はデリバリー用のデリバリーの事業を開始するので、まあ、バイクを購入しますよ、うん、あとはそれに伴って新しい看板の制作もします、うん、はい。あとテイクアウト用ですね、まあ、特殊なこう機能、その後の真空パックをやりますというところで、4つの金額トータルで135万円ですかね。なるほど。はい。で4分の3なので満額はが出ますという事案ですね。これあれですよね、我々の方にご依頼いただくのはデリバリーやりたいんですけどとか、はい、小規模こういうふうに使いたいんですけどという時に、我々の方でじゃあ満額取るために、はい、まあ、じゃあ135万に調整してこういうものにしようかっていう話をまあさせていただくんですよね。そうですね、まあ、提案なんですけど、まあ、実際ね、あのやりたくないことをやってもしょうがないので、せっかくだったらやろうかなっていう、まあ、もちろん要素があれば、そしたらあの満額狙えるんじゃないですかとか、まあ、そういう案内ですよね、うん、これ仮に一番のやつがテイクアウト用では別になくて、まあ、含んでるかもしれないんですけど、はい、とりあえずホームページはまあ作りますと、はい。で、まあ、でその中であの車両のバイクだけ、バイクとまあこの真空パックのこの2つ、ないしは1つが、はい、あのコロナ用だっていうパターンでも OK、考え方的にはできますね。ただ、まあ、ホームページは、単なる宣伝ではなく、そうですね、全くホームページがない会社さんであればそういう使い方はできますね。はい。まあ、あれですね、6分の1さえ満たしておけば一定その追加させていくこともできるのかな。ああ、できます、できます。なので費用のうちの6分の1明らかに、まあ、コロナ用であればコロナ枠になって、そうですね、それで言うと、まあ、バイク、まあ、バイクだけを例えば、まあ、真空パックが他のもんだったとして、うんうん、まあ、バイクだけでもまあ6分の1以上いけば、まあ、コロナ枠として 見れますよということですね。まあ、この金額であれば20万そこそこ以上であれば、そうですね、はい、あのそれ以外のものも追加して、まあ、話としてはつけることができる、そうですね、まあ、そういう、まあ、戦略ではないですけど使い方はありますよね、うん、やっぱりそれは一貫性を求めてくるんですかね、実際その、はい、僕のシーンと全く関係ないものをつけるっていうのなんで、そうですね、まあ、どこまでこう非対面にっていう、まあ、どこまで厳格に見てるのかっていうのはあれなんですけども、うん、まあ、割と、まあ、印象的には広い目線で見ていただいてるのかなっていう気はしますけどね、今回。そうですね、まあ、非対面というその定義のところなんですけど。ああ、なるほど。やっぱり今回はあれですよね、はい、この1個上の非対面ビジネスっていうものの適用してるっていうことですよね。そうですね、まあ、言ってしまえば大体はそれになってくる要素があるので。まあ、言ってみれば本当そうですね、EC サイトするとかも本当そうなんで。ね、まあ、書き方とか見せ方の部分はまあ多少なりともありますよね。うん、そうですね。やっぱりやりたいことは、まあ、やりたいことがあるというか、はい、まあ、こういうふうにやりたいよって話をうまく非対面の話になったりとか、うん、つなげていってっていうところは、そうですね、ぜひちょっとお任せいただいてっていう、そうですね、いろいろヒアリングしながらあのご提案させていただくっていう感じですかね。そうですね。はい。で、ものづくりですね、こちらもコロナ特別枠で、ものづくりの方は歯科医院さんも、対象になるというところです。多いですよね。多いですね、歯医者さん、うん、結構。はい。で
で、取り組みとしては、まあ、革新的な機械の導入、まあ、それから非対面ビジネスの転換ですね、まあ、コロナ枠ですね。で、もともと都市化用の、CT とかですかね、を導入されると、まあ、高性能の設備の CT を導入されるというところですね。で、それに合わせて、まあ、非対面型の、まあ、今までこう手で多分やってたものだと思うんですよね。それはまあ機械をこう導入することで、ちょっと接触が減るっていうんですかね、完全なる非対面ではないんですけども、従来の形よりもかなり軽減されますよっていうものですよね。だからそれをまあコロナ枠に当てはめて、6分の1ですよね。そうですね、はい、だから別にこの1のはなくても申請はできるんでしょうけど、まあそうですね、まあ、せっかく6分の1でいいというのであれば、ここもつけようっていうような流れなのかな。そうですね、まあ、これもそうですよね。はい、オンラインもできるようにするということなので、うん、まあ、それに対する広告宣伝費というところでですね。ものづくりの非接触の考え方面白いですよね。いろんなものがあるん で、ええ、なんか整体の、整骨院とかで機械ですよね、はい、機械で触らないで、はいはいはい、まあ、揉めるというか、まあ、そうですね、そういったものも、まあ、あるって聞いてます、ね、はいはい、面白いなと。そうですね、非対面に関しては、まあ、会計とかもそうですよね。あの自動生産機というか、うん、はい、まあ、大体は会計その手渡しは多いと思うんですけども、そういったものを6分の1入れておけば、まあ、こっちで話を歯科用 CT でガーンって、まあ、あの入れておいて、はい、まあ、そのうちの6分の1、まあ、そういった生産機器みたいなもので、はい、そうですね、ということですよね、はい、本当になんか重たいものを入れるときにぜひちょっとものづくりも考えてみようと、うんうん、そうですね、どうつけるのかっていう話をさせていただければっていう感じですかね、はい。皆さんもしあのご質問あればあのコメントの方でいただければ、はい、できる限り最後にお話ししてきたらいいかなと思ってます。はい、お願いします。で、まあ、どういうふうに活用するのかっていうところなんですが、これもまあご相談がいろいろまちまちなんですよね。例えばものづくり補助金申請したいんだ、いざお話を聞いてみると、まあ、実際小規模事業者補助金の方がいいんじゃないかっていう場合もあったりとか、逆にあとはどんな補助金がいいんですかね、何がありますかねっていうところからスタートになってくるので、まあ、そこでまあ入り口からこうどう狙っていくかっていうのは変わってくるんですが、これ難しいですよね。入り口とは全然違うので、違いますね。やりたいことがあって先にお金を払っても良いっていうものがないと進まないので、そうですね、なので我々としても何に一番使いたいですかっていうところをまずヒアリングさせていただいて、でその内容とか金額によってこれがいいんじゃないですかっていうご案内をさせていただいているような形ですね。実際広告というのはどの会社も一定やってるものだったりするので、はい、そうですね、まあ、広告ありますかとか、はい、そういった話でやっていくといいかもなと思います。通、うんうん、になってるので、まあ、なんか使いたいなとか、はい、まあ、使いたいなんですよね。使ったというよりは使いたいなって思った時点で、まあ、それがいくらになるのかというのを聞いていただいて、はい、あ、じゃ あの小規模だったり使えるのかなっていうところでご相談いただければなっていう感じですかね。はい、そうですね。あ、ごめんなさい、ちょっと説明ちょっと漏れてしまったんですが、コロナの特別枠に関してはですね、先ほどのフローの中でそもそも、採択が降りてからじゃないと事業の実行してはダメだよというお話をさせていただいたと思うんですけども、コロナ枠に関しては一定の、小規模事業者補助金に関してはもう訴求効果が認められるんですね。なるほど。なのでこっちの方がいいですかね。訴求効果が認められるので、実際は今年の2月の18日以降に使ってしまった経費でも対象になるっていうのが大きいですよね。なるほど、はい、まあ、まあ、例えば本当にウェブ広告だったりとか、まあ、看板広告だったりを、はい、まあ、3月4月に設定してやっていて、あ、これ小規模補助金使えるかもっていうことが間に合うっていうことなんですね。間に合いますね、うんうん、っていうところもあります。そうですね、確かにこれはいいですね。大きいですね。なので、まあ、これからすぐにやりたいんだっていう形でもいいので、結局、結果を待たずして着手できるっていうのはすごく大きいですよね。あ、じゃあもう始めちゃえばいいんですね。そうですね。それはただあれですよね。コロナ型である必要。コロナ型である必要があるので。ただ広告とかではなくて、やっぱり、ポスシステムだったりとか。そうですね。うん、まあ、そういうものがあるとベストはベストですけど、まあ、先ほどのこう組み合わせの考え方で入れるんじゃないかっていう部分もあると思うので。うん、なるほど。はい、まあ、そこはすごく使いやすくなりましたね、うんうん、やっぱりじゃあまずお問い合わせの時もこういうのを使ったんだけどどうかな、はい、そういった、はい、内容からでもいいかなと思いますね。130万ぐらい使ってたりすると満額狙えますかねっていう感
そうですね、はい、で一応ものづくり補助金、IT 補助金も一応あの訴求はあの一部要件を満たせばというちょっとあの条件付きなんですけどもあるにはありますね。一番使いやすいのは小規模持続化補助金かなっていうところですね。はい、そうですね、はい、ですね、うん、っていうところですね。で大体まあ想定されるような経費としてはこういったものが上がってくるかなと思うんですね。で厳密にはですね、旅費であったりとか、専門家への委託費用とか、実際は細かく、あ、こういうのも該当するんだっていうのもあるんですけども、まあ、あくまでメインがやっぱり、その趣旨に沿ったようなものである方がいいかなと思うので、まあ、そういうまあ旅費とかの経費はあくまでちょっとサブ程度にお考えいただければなというところですね。なので、一応方向性として、見分け方ですね、まあ、金額とかその辺で決めていただくのもありなんですけども、まあ、小規模持続化補助金に関してはもう販路開拓、広告宣伝費、ホームページ作成っていうキーワードで、まあ、ものづくり補助金に関してはまあ設備導入、IT 補助金に関しては IT システムっていうふうにまず理解いただくと一番分かりやすいかなというところですね。まあ、その中でこういうふうに使い分けたらいいかなっていうのもあるんですけども、はい、入り口としてはそういう見方でいいかなと思います。そうですね。ですけどポイントですかね。そうですね、まあ、つまずくポイント注意点というところですね。まあ、一応要件はそもそも備わっているかというのを確認をしていただいて、先ほどのところですね、はい、一番上は、まあそうですね、交付決定前に取り組みを行っていないかと、うん、はい、契約してもうやっちゃってたってことですね。ないってことですね。はい、まあ、コロナ枠の場合は訴求認められるんですけども、うん、そうでない一般枠の場合とかだともう使っちゃってるとアウトっていうところですね。はい、契約しちゃいたいんですよね。例えばウェブサイトを作りたいときにウェブ業者さんとか契約したいですし、はい、まあ、現場の担当もかなり早く契約したいってなるんですけど、うん、そこちょっと待っていただいて数ヶ月、3ヶ月とかですかね、はい、待っていただいてそこから始まるっていうことはちょっと問題かな、問題というポイントかなって。そうですね、まあ、よく問い合わせいただくのがその最終領収書だけあればいいですかと、実際にやってるけどそこってどう調べられますかと、まあ、厳密にこう調査に来るっていうのは、まあ、あんまり事例としてはないとは思うんですが、まあ、我々もそこは立場上何とも言えないところです。あれだとバレないかっていう話いつも聞かれますけどね。そうですね、そこはもうバレるかバレないかっていう話じゃないっていうこと。そうですね、うん、まあ、何かしらの形で発覚してしまったときにやっぱりリスクはありますし、返還もそうですし、まあ、不正受給というところにもなると思うので、そうですね、はい、あとはまあやっぱり補助金、事業系補助金全般なんですけども、まあ、計画内容ですよね、うん、基本的に国の補助金を得て、成果を出すというところになるので、うん、その成果がしっかり出るのかというところの説明ですよね。うん、まず事業計画内容をしっかりかけているか、この経費を使ってその取り組みを行って、うんうんうん、結果として売上がどれぐらい 何パーセント上がって、うんうん、で、こうなりますよ、はいはい、で国として補助金をこう投資というか受給得た意味合いがしっかりありますよという、うんうん、まあ、説明にやはりならなきゃいけないので、うん、まあ、そこの妥当性ですよね、まあ、特に数字的な根拠であったりだとか、うん、まあ、本当にそれが実現できるのかっていうのはやっぱり、うん、説得力あるように書いていかなきゃいけないっていうところがポイントですね。そうですね、まあ、多分ものすごくいいものを作るというよりは、はい、一定その審査機関が納得するみたいなものが必要。そうですね、なのでまあ文字数が多ければいいわけではないんですけども、しっかりポイントを得て、はい、うん、まあ、そういうところはね、ぜひうちに任せてもらえたら。そうですね、はい、まあ、補助金、これもよく聞かれる補助、質問なんですけども、他の補助金と、まあ、併用できるかとかいう部分があります。で基本的にはですね、まあ、国とか都とか分かれていればいいことが多いんですけど、重複して、うん、まあ、こっち国の補助金も申請するし都の補助金も申請するとか、まあ、そういうのはいいんですけど、同じ内容でこっちの、例えばIT 補助金を申請して、そのシステム自体を、まあ、EC サイトを小規模事業者補助金で申請するとか、うんうんうん、まあ、そういう同じものに関してはダメですね。なるほど。ものが違えばいいです。なるほど。はい。はい。
まあ、対象経費とならん、じゃないものが盛り込まれてないかというところですね。まあ、ざっくり言うと、まあ、消耗品とか家賃、まあ、人件費、あとは、汎用性の高いものですね。基本的にはその取り組みをするため の、 あの投資なので、そうですよね。はい、まあ、棚とか、まあ、パソコンとか、そういうものってこの補助金じゃなくてもやっぱり汎用的に使えてしまうので、そういう要素があるものは、基本的にはダメと。なるほど、はい、まあ、条件付きでレンタルなら OK とかっていうのもあったりするんですけども、滞在補助金ってこの費用って決まってますよね。そうですね、うん、この費用って決まってますね。それを外しちゃいけないってことですね。はい、はい、で最後ですね、ちょっとおまけ的な要素になるんですが、事業再開支援パッケージというものが、まあ、追加されまして、こちらはですね、簡単に言うと、まあ、感染防止のものですね。マスクとか消毒とか、うんうんうん、まあ、アクリル板とか、まあ、そういった感染防止に関する費用も、上乗せできますよというところです。でこちらに関しては、基本的には全額降りるものが多いですね。10分の10ですね。なんで感染防止に協力してくれたら、あの、出しますよっていう、まあ、趣旨ですよね。で、要件としては基本的にどれも採択を得てる必要がありますね。なのでメインの補助金、小規模持続化補助金なら小規模持続化補助金の採択を得たおまけとして加算できるっていうんですね。でこれ単体で申請することはできないです。なるほど、はい。まあ、小規模事業だったりものづくりだったり IT 導入って全部事業とか、はい、事業ちゃんとやってますかってことを審査されると思うんですけど、そうですね、まあ、そういうことをやっている審査を得たところであれば、はい、まあ、その例えばアクリル板買ったりマスク買ったりっていうところの費用もまあ負担してあげますよっていうイメージです、ね。はい、そうですね、これも一定訴求ができて5月14日以降に使った経費であれば対象になるというところですね。なるほど、まあ、やればラッキーぐらいの感じなんですかね、はい、これは。そうですね、うん、なのであのしっかり領収書とかもしあれば取っといてもらって、それ証拠資料として出すので。そうですね、はい、やっぱり領収書ですよね。そうですね、うん、で採択が手に入れ採択があった後、そういえばこういうのもあったなっていう感じで、まあ、リストにして、はい、そうですね、で、まあ、それが10分の10、まあ、マックス50万円とかですかね。そうですね、補助を受けることができると、はい、っていうところですね。はい、はい、こちらはまあちょっとコロナの、ね、補助金にまあ対応した、まあ、概ねの概要をご案内させていただいたというところですね、はいはい。実際には個々の補助金で結構細かくあのルールというか、うんうん、あの要件がありますので、はい、それはまあ個別にご相談いただければというところですかね、はい。じゃあ今日はまあそんなところですかね、はい、何かこうまとめて言うようなことありますかね。補助金今のこの時期なんですけど、まあ、なかなか。そうですね、やっぱりこの一応今年度はしばらく続くと思うんですけども、まあ、来年度も何らかの形で残るとは思ってはいるんですが、とはいえまあやはりしっかりこういう手厚いような、まあ、採択率が比較的例年より高くて、うん、っていう時にあのもらっておいた方がいいかなっていうところがあるので、はい、積極的に新規事業を、まあ、こういう時期だからこそ考えていただいて、そうですね、はい、でまあ、我々の方にご相談いただいて、はい、でまあ、こういう形で満額もらうようにしましょうみたいな形を、ね、あのうまく回せたらいいですよね。そうですね、まあ、どうしてもやっぱり設備投資として何かしらに費用は一旦かかってしまうんですけれども、うん、まあ、なかなかこういうタイミングが、ね、こうないと思いますので、まあ、国としてもここを出していってどん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 回していってほしいっていう感じなんですね。そうですね、そういう趣旨のものなので、うんうん、はい、わかりました。ではサポート行政書士法人は、はい、あの全国4カ所に、事務所を構えております。ビザですとか補助金全般ですとか、もう本当許認可というかですね、事業を始める際には許可だったり必ず必要になってくるので、まあ、大体のところをあの網羅しております。あるいは補助金の場合もですね、今補助金をあの受給する側の話が多かったと思うんですけども、まあ、お客さんに、自分の抱えているお客さんに補助金を提供したい、でそれでまあ自社の商品を買ってもらいたいとか、まあ、そういったケースもかなりあると思うので、我々のことでご提携させていただいて、あの我々の方でそちらの質疑を、まあ、一括でやらせていただくというようなこともさせていただいております。はい、まあ、全国最大、全国で、やらせていただいておりますので、ぜひよろしくお願いします。でこちら の、 あの終わった後にですね、アンケートも出ますので、ぜひよろしくお願いします。もしあの何かご意見ありましたら、お伝えいただけますと幸いです。では、本日はありがとうございました。失礼します。まずはご相談ください。サポート行政書士法人。